堺井賢治は、日本の現代音楽の作曲家。大阪府池田市生まれの兵庫県育ち。幼少の頃よりピアノを学び、後に、久保陽子、近藤圭に指示し、作曲を学ぶ。1996年、京都市立芸術大学音楽学部作曲家に、入学。松本日野春、前田森一に指示して、作曲を学び、2000年に卒業した。 大学在学中の1999年の京都国際音楽学生フェスティバルにて財団法人ドームミュージックファンデーションから作曲を移植された作品が初演されている。2002年フランスに渡りフランス国立パリ高等音楽院作曲家に入学。2004年からは文化庁新進芸術家海外留学研修院として国の援助を受ける。作曲を マルコ・ストロッパに、電子音楽を、ルイス・ナオンに、楽曲分析を、ミカエル・レビナスに指示して学び、2006年、作曲家をトレビアンで卒業した。在学中、音楽講習会に参加し、講習会のために書いた作品が初演されている。その後、ジュネーブ音楽院作曲家にも在籍し、ミカエル・ジャレルの下で研鑽を積み、2008年に、最優秀の成績で卒業。 2014年以降はアマティ音楽事務所に所属し、2018年から京都市立芸術大学で作曲講師として更新の指導に当たっている。ありがとうございます。